ちらにこちらに充電なブラックなんですけども速度が出てますよ。はい、皆さんこんにちは、岡祐介です。実はね、このスタジオ本当に僕直立できないんですよね。こういう背の高さが、はい、これ実は屋根裏で収録をしているというね。はい、では今日もね、こちらに今アップルの新製品があるんですけれども、今日待ち屋でテック製品レビューやっていくぜってなわけで、じゃんと、はい、このマークを見るとね、すごいワクワクするんですけれども、はい、精密機材です。ということはね、皆さんね、お待ちかねかと思うんですけれども、 MacBook の Air M3 チップ搭載です。急に突如発表されたということで、でそっからもう僕もね、 Apple さんに今回これお借りしてるんですけれども、まあ、そのブリーフィングに参加して、で説明を受けて到着したのが、まあ、3月7日の、まあ、今2時50分なんで、本当に15分前ぐらいに到着したばかりですと。で、まあ、一通り使ってからレビューしようと思ったんですけど、やっぱりね、この MacBook Air って、まあ、薄いし、ね、MacBook Pro よりも安いし、手に取る方が多いということで、まずは開封した体験とか、まあ、あとはもうこのね、開封だけしてセットアップしたらちょっと使い込むので、それをまた持ち込んできて、皆さんにね、まあ、どうだったのかっていう意見も含めてお伝えできたらなと思っております。なので、ファーストインプレッション、かつ、しっかりとレビューをね、お届けするという、まあ、実機を用いた動画になっております。それでは開封していきましょう。おう！ Apple 製品の開封は Apple Vision Pro ぶりですね。これ一応ね、日本で発売されてないから、多分あんまりね、Apple さん的には出しちゃいけない気もするんだけれども、はい、毎日使ってます。まあやっぱディスプレイをね、代替する選択肢にもなりうるから、ちょっとね、MacBook のレビューしづらい可能性もあります。まあ、ただね、まあ、そこはしっかりレビューというお仕事させていただいている以上、しっかりお届けしたいなと思っております。はい。じゃん。見てください。かっこいい。シンプル。これだよ。これがパッケージの表紙になっているということで、とにかく、もう、Air というだけあって、薄いよと。で、まあね、スティーブ・ジョブズさんがプレゼンした時も覚えてますか？封筒の中から Air を出す。そのぐらい薄い、パーソナルコンピューターはもう初めてですと。そのぐらい洗練されてますっていうのをね、彷彿とさせる表紙になってるんですけれども、まあ、ここから開けていきましょう。まあまあ、箱の横はね、こんな感じと。MacBook Air。で、ちなみに今回僕がお借りしてるのは MacBook Air の15インチになっています。15インチの M3 CPU、 8コアの GPU、 10コアの RAM、 16GB、 SSD は 512GB のミッドナイトカラーになっています。それではオープン。ワクワク。うわ、マジか。マジで？軽今回ね、これ M3 のレビューするっていうのを忘れててですね、僕普段はプライベートでは M1 チップの MacBook Air を使ってるんですよ。で、仕事では今こちらにもある通り M3 Max の MacBook Pro を使ってるんですよ。もうね、重すぎてもう持ち運ばなくなりましたよね。まあ正直なところ。もうガチでやっぱ仕事で使うって時には、まあリュックにね入れて持っていくけど、重いんですよ。めっちゃ軽い。見て。これがエアですよ。まあ見てというか、これしっかり開けてから見せろっていうべきですよね。すいません。ごめんなさい。よいしょ。わお。かっこいい。薄っ。しかもこの、京町屋に合ってません？これ京都に引っ越してきてよかったなぁ。このスティーブ・ジョブズも愛したこの街で MacBook Air M3 チップをレビューすると、まあ、上から見るとこんな感じ。かっこいい。マジか、ミッドナイト。これカラー超いいな。ここにあるね、スペースブラックとはちょっとね、わかんないと思うんだけれども、
またちょっとね、深みのあるブルーで、かっこいい色だな。しか、マジで？これ本当に興奮するわ。あ、まあちょっとね、これ本体と、デザインドバイアップルインカリフォルニアのパンフレットが入っております。まあ最近こういうのもあんま見ないけどね。はい。っていうものと、あ、めっちゃちっちゃい。ちっちゃいし、これ俺びっくりしたのが、ウェブサイト見てて、今ってこれタイプ C2 つついてるんですね。タイプ C の接続が。これもいいなぁ。絶対使います、これは。と、こちらが、コードになってまーす。これも一応、カラーとしては、ミッドナイトの、ちょっとね、ブルー寄りのコードの配色になってます。ビヨン。はい。っていうのが一応梱包。大事な本体が、じゃんと。はい。こちらの、バタフライスツールのこの曲線と、相性は悪いですね。完璧に悪いです。じゃあちょっと開けてみましょう。パカンと。来ました。やばい。見て。表紙。こんにちは。これですよ、これ。これはね、胸熱ですよ。正直。MacBook、俺 M1 の Air 使ってたんだけど、デザインが全く違いますよね。一応これデザインが M2 の MacBook Air とは変わらないと言われてるんだけれども、僕は正直 M2 持ってないし、M1 からのアップデートなんで、結構感動してる。このリアクションが多分ね、素直に現れてる感じがするんだけれども、かっこいいし、軽いし、うわぁ、最高だわ。はい。まあ上から見るとこんな感じになっています。で、ちょっとね、デザイン面、レビューしていこうと思うんですけれども、こちら、デザインに関して先ほどもお伝えした通り、M2 モデルとほぼ同じになってるんですね。で、カラー展開が、シルバー、スターライト、スペースグレー、ミッドナイトになってます。こちらにあるのがミッドナイトになってます。で、指紋が、従来のね、M2 のデザインよりも付きにくくなった、画期的な酸化被膜シールというものが施されていると。なので、指紋が目立ちづらいらしいです。こちら開く前に端子見ていきましょうか。うわ、軽い。本当に軽い。マジで軽い。はい。こちらにヘッドフォンジャックが一つ。こっち側にね、タイプ C があればいいのにというのは、僕ね、M1 のエアーからずっと思ってました。こちらに充電とサンダーボルトが二つ、タイプ C 接続できます。で、その他は特に変わらずですかね。はい。この洗練された美しいプロダクトデザイン。日本語を使用するにはリターンキーを押してください。こちらね、アップルで初めて 50% 再生素材を採用しているので、まあ、地球環境にね、配慮した設計にもなっています。これはアップルとしてはしっかりね、社会の規範となるような環境への取り組みっていうのはね、率先して行っている印象を受けます。で、こちら超軽量1.2 センチにも満たない薄さと。これ本当に薄い。ちょっと比較しようか。 M3 Max ももちろん薄いんだけど、比にならん。この感覚比にならん。マジでめちゃくちゃ薄い。やばいっす。こちら今回の M3 チップ搭載の MacBook Air と、日常的に使っている MacBook Air の M1 チップですね。これちょっとデザインで比較していきましょう。やっぱね、形状が M1 チップから M3 はもうだいぶ違うんですよね。これ13インチなんですけれども、見てください。横を見ていただくと一目瞭然ですね。全然違う。まあ13インチとね、15インチの違いなんで、まあ明らかなんですけれども、こういったデザインの差になっております。こちらが M3 チップのMacBook Air に対して、これが M1 チップと。全然違う。けど、このキーボードをタイピングする感じは、M3 よりも個人的にはね、この厚みがあるので、押し心地とかも含めて M1 チップの方が好きかな。まあただね、やっぱりこの薄くするとか、いろんなその設計を考えると、やっぱりね、このキーボードのデザインってのを変えなきゃいけなかったのかもしれません。はい、この感じ。
こう考えるとなんか重さがあんま変わんないぞ。色に関してね、見てみましょう。はい、こちら iPhone 15 Pro Max の色と比較してみてください。結構ね、まあ Max のこっちの色の方が青が濃いんだけどね、 MacBook Air こっちのねミッドナイトはもっとなんか深みのある高級感のある青色が搭載されているイメージを受けますね。まあ、このセットアップね、最高最高です。まあ、ちなみに僕が普段使ってんのはこのプロシリーズなんでね、ブラックなんですけれども、はい、こんな感じ。このアップルのプロダクトはレベチで美しい、もちろん美しいデザインっていっぱいあるんだけれども、特に洗練されてる感じがありますね。見てくださいこれ、 iPhone と比べてもこの薄さ、 iPhone がポケットに入ってるで、この薄さが Air にも搭載されてる。なんかこのデザインの薄さだけで本当にね、買う価値あるって思っちゃう。普通に僕はね、 M1 からねアップデートでね、この薄さとこの軽さで、もちろんそれだけじゃなくてね、スペックですよね、スペックもあるってことを考えるとこれはちょっと興奮しちゃいますね。でこちら開けてみましょう。まあおさらいしておくと、一応ディスプレイに関してはレティナディスプレイが搭載されていて10億色に対応しているということで、ものすごく静かに、はい、になっているので、ものすごくね美しいと。これもね後で検証していきたいなと思ってるんですけれども、まあディスプレイの美しさとか、まああとはスピーカーとか、僕動画編集基本的にするので、動画クリエイターとして持ち運び PC としての、まあ使いやすさ、軽快さ、編集のしやすさ、書き出しの速さ等をね見ていきたいなと思っております。はい、M3 チップ搭載の MacBook Air セットアップ完了して、 4K 素材もぶち込んで編集してきました。なのでね、こっからはですね、まあこちらの MacBook Air の、まあ、全体的なスペックを網羅的にお伝えするとともに、とはいえ情報っていうのはもうすでに出ているので、動画クリエイター視点でね、実際にどうなのかっていうのを僕は3つまとめました。で、1つ目と2つ目、これももちろんね有益な情報なんだけれども、やっぱりなんといってもこの3つ目、僕お伝えしたのはこれなんで、まあ、最後まで見てくださいと言いません。正直もうつまんないよって方は飛ばして、最後のこの3つだけ聞いてください。はい、それでは行きましょう。で、一応ね、これウェブサイト等で情報を見ておくとですね、やっぱり M1 チップの MacBook Air と比べると圧倒的に成長していると。ただ一方で M2 に比べると劇的な変化かで言うと、捉え方によってはマイナーアップデートと認識されてしまってもおかしくないような改善点な気もするんですね。例えば M1 チップ搭載の MacBook Air に比べて 1.6 倍のパワーがあります。で、まあ、最大バッテリー18時間使えたりとか、まあ、あとはインテルベース、僕、インテルの Core i7 とかも使ってたんですけれども、Apple 製品でですね。まあ、その時から比べても、もう13倍、最大13倍、改善してると。まあ、そのぐらいね、もう既存の今までの製品よりも圧倒的にいいぞっていう訴求は、もう Apple はもう常に言ってるわけですけれども、そういったアップデートが本当にあるのかっていうのも検証してきました。で、今こちらですね、実は、はい、ちょうどこの動画公開する数時間前に、Shure の新しいこのピンマイクですね、ここにもあるんだけれども、こちらピンマイクのレビューを基本的には、プロレスのログと、普通のプロ棋士ですね、ブラックマジックの 4K のプロ棋士、結構軽いローではないんですけれども、まあ、ローの処理ってなるとやっぱりこの MacBook Pro になるんですよ、正直。で、これ僕 M3 Max 使ってて、編集時にストレスを感じたこと今までで一度もありません。やっぱり圧倒的に書き出し速度も速いしっていうのは肌で感じてるんだけども、その最高パフォーマンスを常に使い続けてる僕からすると、この M3 チップ搭載の MacBook Air はどうなのかっていうところですね。で、まあ普段のね YouTube の編集、これがまあ最も動画編集をする方たちとしてはまあ多いと思うんですよ。 4K の素材で10分20分なんで、これができれば基本ほとんどの動画編集できると思っていただいて大丈夫です。で、素材を入れて、今これフル画質ですね、フル画質で問題なくプレビューできるんですね。で、本来こういう 4K の素材をこういう風にカーソルを動かすとですね、なんだかんだでカクつくんですよ。けどめちゃくちゃサクサクなんですね。で、僕一回ちょっとミスったのが、さっき SD
外部 SD とか外部 SSD を接続して、プレビューしてしまったんですよ。さすがにそうなるとやっぱ接続のね、あのレイテンシーがあるっていうことで結構遅くてびっくりしたんだけれども、やっぱり内蔵この SSD にデータを入れて操作をするっていう観点だとマジでフル画質で 4K で問題なくサクサクいけましたね。でちょっと使ってみてもなんかその強烈に熱くなるとか、あのファンがね、うるさいとかそういうのも全く感じずに操作ができたんで、これはいいぞと思いましたね。ちょっと一通りね、僕もカラーいじったりとかシャドウ調整したりとかタイトル入れたりとかしてみたんですけれども、まあ、僕は今までそのアメリカそれこそアップルビジョンプロ取りに行くときに LA 行ったときに MacBook Pro 持ってってたけど、あのそういったちょっとなんてだろうな、外出時にがっつり編集するんだけれども MacBook Pro をもう持っていく必要ないと思ってしまうぐらい、まあ、本当に 4K の長尺の編集を M3 でやるっていうのは問題ないってことは、あの皆さんにお伝えしたいなと思っております。で、まあ、やっぱさすがに書き出し速度とか、あの、もちろん編集サクサクできるとかね、あの、素材がすぐ入りますとか、全く負荷を感じないっていうのは大きいんだけれども、やっぱり Air なんで、MacBook Pro に比べてしまうと充電の減りとか、負荷がかかる分充電の減りとか、あとは書き出し速度とかですね、そこを追い求めたいんだったらやっぱりね、プロに行くべきだなと思うんだけれども、やっぱりこのね、Air を持つという、まあ、本当に幅広いクリエイティブをされている方には問題ないスペックなんじゃないかなと M3 ね、思っています。で、一応ね、これ情報を見ていくとですね、ビデオ編集においては M2 チップから M3 に、正直ビデオの編集のパフォーマンスってそこまで上がってないんですよね。けど僕は正直 M1 チップ使ったんで、もうあれじゃ編集できません。あの、できるんだけれども、もうカクついて、あの、ストレスが溜まってしまうので、まあ、M1 チップを持ってるっていう方は、本当に劇的に違うよっていうのをお伝えしたいなと思っています。で、なんといってもこれ 3D レンダリングですね。やっぱこのね、パフォーマンスのレベルの違いっていうのは大きくありますね。で、すごくね、重要なアップデートとしては、従来ね、MacBook Air、M2 チップもそうなんだけれども、外部ディスプレイ一つだけだったんですよ。けど、今回は二つ外部ディスプレイ接続することもできます。なので共同作業とかね、よりしやすくなったのと、あとですね、Wi-Fi の 6E に対応してるんですね。なので、前世代よりも最大2倍速いダウンロード速度が実現できるということで、ここはね、やっぱりなんだかんだ動画作ってる身からするとデータ転送とかダウンロードとか多かったりするので重要な要素となっております。で、まあ正直これ、比較としては適切じゃないかもしれないんだけれども、MacBook Pro と映像の比較とか、まあ、輝度とか、あとはなんだかんだやっぱりね、このプロモーション機能がついてないんですね。なので若干カクつきがあったりとか、そういうのはねありました。で、スピーカーもぜひ聞いてください。やっぱりこの MacBook Pro の方が、あの、音に対するそのね、音の重厚感が AI よりはありますね。両方とも MAX です。面白い。じゃあ16インチの15インチ。はい。こちらは M3 チップ搭載の MacBook Air のカメラ映像です。まあ今光がいい感じに当たってるからってのもあるんだけど。ね、M1 と比べちゃうと、このスピーカーのダイナミックさとか繊細さっていうのは確実に上がってるんですね。確実に上がってるので、正直、外部スピーカーとか取り付けなくても、本当にこういう、このぐらいの部屋のサイズだったら、ちゃんとこのスピーカーとして機能するようなパワフルさを兼ね備えたノートパソコンだなと思いましたね。で、デザインで言うと、これ穴がないんですよね。プロの場合は、サイドにね、小さな穴が開いたデザインが施されてるんだけれども、こちら、見ての通り、つるっと、何もないんですね。まあ、そのぐらいね、この作業しているこの画面から見ても、なんかノイズを感じられないね、美しいデザインになっております。で、価格ですね。ボン。まあ、256GB の SSD ストレージ、8GB のメモリですと、198,800円からということで、20万円切ってきますね。で、まあ僕がおすすめするのはね、やっぱりね、16のメモリ結構、やっぱいろんなね、作業するっていう上では大事だと思うので、まあ、あと 512GB だと258,800円になりますよという、こういう価格設定になっております。まあ M1 はですね、もうウェブサイトがなくなってるので、まあ買えないんですけれども、M2 は
値下げされてます。148,800円からと。なので M2 を買いやすくなってるという捉え方もできます。でここからねある程度スペックをお伝えした上で、結論ね3つお伝えしたいなと思っております。まず1つ目、 M2 は待て、 M1 は買え。はい、ちょっとよくわかんない例えかと思うんですけれども、仮に僕が M2 をですねがっつり使っていて購入して、で M3 がこのスペックで出てきた時に、動画クリエイターなんでもちろんね素晴らしいアップデートあるんだけれども、買い替えるほどかで言うと若干ちょっとね財布の紐がギュッとなってしまうような感覚だと思うんですけれども、やっぱり M1 ユーザー、言うても僕 M1 の13インチをずっと使っているんですよ、あの日常ユースケースだとね。そういったまあ M1 チップユーザーからすると買い替えない理由がマジでないです。はい、マジでないです。絶対おすすめしたい。で2つ目ね、これ正直ね、僕この MacBook Pro は16インチだし、今ここに15インチ、初めて Air で15インチを使ってみています。で今まで13インチ使っていました。これ使ってる人しかわからないんですけれども、15インチか13インチかという問いです。これは結論ね、やっぱり何をするかによるんだけれども、僕は生産性を向上させたいんだったら、15インチを選ぶべきだと思ってます。結構この画面の情報量って軽視されがちなんだけど、最近僕この Apple のステージマネージャー、いわゆるこういう風にソフトウェアで画面の情報量とかうまく管理して、生産性高くね、編集できるような、まあ、そんな素晴らしい機能もたくさんあるんですよ。で、画面の情報量が少なくても、こういう風にね、ソフトウェアで解決してるっていう側面もあります。が、やっぱり画面の情報量があって、いろんな操作をする。まあ、特に編集とかクリエイティブもそうですし、プレゼンを作る、情報インプットするってこともそうですけど、やっぱり13インチから15インチの感覚ってのは違います。ただですよ、やっぱり持ち歩くってことを考えると、13インチをカバンの中に入れた感覚って、本当になんか、最初ね、ジョブズが出してたように、ね、封筒の中に入れれるぐらい、あのぐらいエアなんですよ。なので、持ち運んで、気軽に作業したいよって方はもう13インチ以外ないです。ただそれよりも持ち運びながらパワフルでかつ生産性も向上させたいよって方はもう15インチしかありません。はい。で、ここ悩んでる方、正直います。ストア行ってください。もうストア行って実際にこれ見るとわかります。皆さんが普段どのようなね、クリエイティブな作業してるかわからないんですけど、その用途によって使い分けるのが一番いいかなと思ってます。で、次に伝えたいこと、3つ目。これ一番大事。飛ばして見てる方もいるかと思います。機材はケチるな。はい。もうケチっちゃダメです。正直ね、まあ、Apple さんさすがです。MacBook Air の M3 チップ、急に出してきたと思えば、まあ、やっぱりこのタイミングって新生活が始まりますよね。新しくその大学に入るとか、新しくその会社に勤めるとか、まあ、そういった新しいライフスタイルの変化で、で、僕も今までね、もう27になってしまいましたけど、機材に対しては、やっぱり必要だと思ったら、ちょっと借金してでも買ってましたね。で、やっぱその、なんて言うんだろうな、非合理なお金の使い方って思う側面と、もちろん合理的な側面があるから、投資してるんだけれども、なんか後悔したことって今までないですね。なんかレッドヘリウムとかって、まあ、ちょうど今日ね、ニコンがレッドを買収したっていう情報が流れてますけど、450万ぐらいする機材をキャッシュで買ってましたからね、現金で。で、それも、まあ、今はね、まあ、友達のクリエイターに譲ったんですけれども、なんかそれも別に後悔してないというか、その時の投資があったから、やっぱシネマカメラというね、そういったレッドっていうものを理解できたし、で、スマートフォンも理解できたし、なんなら今、ね、Apple さんにこの15インチのね、MacBook Air を、まあ、先行してね、送っていただいて、レビューさせていただく機会をいただくなんて、思ってもいなかったですよね。でもこれは非合理な投資があったからこそ、なんか今この場に立ててるのかなと思うので、僕は一番伝えたいのは、機材にケチるなってことですね。で、そのぐらい自分の仕事に自信を持って、クレジットカードで MacBook Air 決済してみてください。バイ。